しないで突っ込んできた爺さんいたな。引かれるかと思った。せめて止まるよと思うけど、1秒でも行かない。本当に止まんないで突っ込んできて、なんかすいませんみたいに会釈されたけど、いやお前こっちがさ、まだ条件反射いいからさ、ぶつかんないで止まれたけどって思って。こればあさんがと、ばあさん爺さんが同じ状況通ってたらお前引いてんぞと思って。カラスやった。まあなるでしょうね、あれじゃ。早くですね。こいつも止まんねえしな。大家さん、かわいそうね。1秒止まるよ。完全に止まる感じが一番いいんだ。見えないから、万能じゃないから、車は神様じゃないから、ね、ちょっと見て、大山いいね、これ8時台に見る大山最高じゃないですか。今日富士山見えるかも。今日見えると思うよ、昨日もすごい綺麗だったよ、今日も大山の人いるんだろうね。昨日さ、夕焼けに照らされた大山がすごい綺麗だったんだけど、人が多すとさ、トラックが多すぎて写真撮れなかった。見れればいねえなぜ。シュニャウジャーだよ、ポンちゃん。あれ何、シュニャウジャーって言ってみな。今8時か。
おちゃん、奈落に行くよ、お前奈落。もうちょっとするわ。奈落もちょっと。言ってるじゃね。愛を受けて、君が一人、僕は苦手で。まだやってるの？つまんねえからいいや。あばれる君のあの旅行で交換する企画が面白かったけど、まあコロナ禍で無理だもんね。面白くないんだもん。あばれる君で持ってるような番組になっちゃったよね。うん、ショコタンもつまんない。ショコタンそこまででもなかったな。つまんねえじゃん、ぶっちゃけショコタン。なんかあの人面白いことないでしょ。ショコタンは自分の特技の強化したなんかあれ見せ方の方がいいと思うんだけど。でもガチなの。あっちゃり来る。おいおい、突然来んだよ。突然来んだよ。なんだよそれ。やめてくれよ。別にうちら泊まれるからいいけど、あれは良くないよね。どう見たってこっちに曲がらないで止まるだろうっていう状態でいきなりこっちに突っ込む。あれはうざい。腹立つ、ああいうの。もう一回見ていい、ポケンチ。どういうのなんだろう今。見たいのなんかよ、結局。いや、どういう名なのかなと思って。じゃないんだもんだって、やってる内容が。芸人、若い芸人がなんかよくわかんない番宣なんだ。ちょっと僕はポケモンって言うんですけどね。これ、あ、営業時間解除、いいんじゃない。明日からでしょ。均等にかわいそうなんだけど。かわいそうなんだ。でもしょうがないことだから、それに合った何かやればいいやつだったんだよ。行かせたくねえだけだ。かわいそうや。でもそう言ってさ、無理やりどっか旅行行って感染させたらさ、それのせいにするんだ。
段に仕事とかパート行ってる人からしたらちょっと大変になっちゃうかもしれないけど、そのお金出さなきゃいけない。それにでも大丈夫だよ。あ、まあ、ちっちゃいうちはちょっと危ないけど、ある程度年いったら、なんか過保護にやりすぎだよ少し。あの人は俺らがさ、あれだぞ、小学生の時全部鍵っ子だぞ。すごい過保護やね。金使いたくないだろ。まあうちは姉がいたからってのもあるけど、なんだかんだで金ね、金ねえから全部にやったんだ。ほとんど一人で子供の頃家で過ごせたけど大丈夫だったぜ。親の言いつけ守ってたから偉いから、一人の時は火を使わないとか、偉くない？だからいつも納豆ばっか食ってたの。でも途中から小6とか中学ぐらいからなんか危なくない程度に火使ってたわ。首都圏の規制会議で GoTo やってくれる。中国またぶり返してるでしょ。ぶり返したと思うよね。ていうかなんかまた新しい、あれでしょ、デルタ株のなんかひどいの出たらしいじゃん、中国でまた。もう何でも中国、絶対中国はまた新しいの出すだろうなと思ったけど、バイオテロ成功してるからあと数年はやっていくんだ中国。してきた2台の軽自動車、多分同じ会社の人なんだろうけど、ボックティッシュ、ティッシュがさ、犬、なんかセブン限定で売ってるやつなんだけど、あ、犬と猫だったの、ちょっと可愛くない？そこのお揃いなんだって。あれなんだろう、猫なんだろう、スコティッシュフォード。犬はキャバリアなの分かったけど、旅行とか行けばなんてそんなんなかったんだって後悔するだけだと思う。絶対後悔するで、修学旅行ないとか死にたくなるもん。なんか私はあんま行きたくなかったから。いや絶対後悔する。私は行きたくない派だった。いや絶対後悔する。いや私嫌だったもん。いやだけど知らないんだけど絶対後悔する。当たり前じゃん、だって行けないんだよ。行きたくない京都行こうかなってさ、小学校行ったなってそういう思い出もないんだよ。それもさ、頭こないしさ、行かねえ、あの行かないせんのがいいとかって。まあただ学校側もクラスター出したらいろいろ責任問題問わされるから、まあ嫌でしょうねってなって行かなくなる。何のための義務教育だよ。え？何のための義務教育だよ。そうね、そういうのさ、ちゃんと理解してないでさ、ギャ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 、バカ多すぎるね。やっぱ日本人ってね、バカ多い。頭悪いやつ多すぎだよ。そんなイライラしちゃうんだろ。いや付き合って疲れるんだよ。自分のものが見つからないからってそんなイライラしないと思うんだけど。知れよ、ほんとバカ多いんだろ、うん、でも考え、理解しない批判ばっかしやがって。